でもな、おかしいやん、上に置いてるもん。なんなん、マジで。上に置いてるもん、おかしいやん。だってトイレできひんやもん。じゃあ、どこでやってんすか、マジで。ここでもやってる。いや、もうほんまに臭いっすよ。いろいろ試したよ。で、わざわざこれドリル用意したから。これ用意しました。これです。マキタ。これね、買ってきたんですけど、はい、もう無理やったんですよ。これじゃ無理でした。一回試したんですけど、これもんじゃ焼き食うやつやったんで。無理やって、え？もう一回言って。え、今なんか言ってんの？もう一回言って。恥ずかしい、ね。シャワーおい。もうそれだけでいいか。で、これ買ってきて失敗して、話しで、このドリル買いました。あ、こうやったら絶対いけるよ。打診にしてちょぐ、なん打診ってのはおちょぐってんか、どういう意味なの打診って。打撃の打に真珠の進化いや、欲しいけど。え、欲しい。あぁ一瞬何があった、気づけちょ、待って、もうだって手柄どうしたんですか。もうやめよう、もうやめよう、はい、もう行こう、もう行こう、もんじゃい、もんじゃいき、なんて言うなんて言うのやるややれ。ちょ、耳潰れんじゃん、潰してんじゃん、潰れてんじゃん、炊飯じゃん。は、マジでピッコロっすか、その服装からして。じゃあ俺行きます。ちょっとこれ持って、ちょっとこじき虫これ持って。こじき虫ってないの。友達を呼ぶの、そんなの。何やと思って。待て、あげてあげて、うわ、待って、こうやって、どこにあるか分からへん。分かるやろ。どこなんや、どこなんや、どこなんや、わかるやろ、どこなん。おい、もうおいもしんどいわ。おいたな、お前は。もういいよ、うつや、ダリル。はい、じゃあサムネイル撮っていいですか。ああ、何その顔。もっと出せよ。出し切れ。出せ出せ、もっと。難しいな。ちょ、山ちゃんさ、はい、こっちから撮ってくれへん。あ、オッケー。なんでそっちからでアングルが撮れる。オッケー、オッケーです。いいね。はい。なんでそれが撮れてん。どう。あ、ちょっと待って待って。工事現場。本当のデカさ。現場ここ。ちょ、これさ、とりあえずやり方は合ってるけど、あの奥まで行ったらあかんねや、正味これ割れる、多分。え、じゃあ割らなあかんか、合ってるよ。え、ちょ、ちょ、ちょ、どういうこと。奥まで行きすぎたら、あー、これだから、真ん中らへん奥まで行った方がいいってこと。これ、うん、奥まで行きました。あ、行った、到達しました。それ、あ、もうヒビ入ってるね。日々ちゃうす、これ iPhone の型っす。何？いや、しんどい。いや、いけんで。いや、いいよ、取れてないやろ、だってそこ。向こう行って。もうこれでいいんじゃん。ほんで、ドリル先を変換するっていうこと。いや、もうこれでいいじゃん。無理して。そこ。そんな放棄の仕方あるか？ほうきは持ってないっすよ、ドリルっすよ。え、小学生。小学生で喋ってる。じゃあドッキリは。ちょっといけてる。二段階右折まで見ました。あ、取ってください。この深さか。うん、取って、はい、取って。あ、ちょっと待って、だれ、西田さんや。え、西田さん、ちょ、マジでヤバいっす。西田さんって誰。いや、羊いっぱいだって言うよ。優しい、多分。マジでだるいっすわ、西田さん。ほんま怖いんすよ。飼った羊にね、した子供食べさせる人なんですよ。じゃあ終わりや。その〇の2文字が出てきた時点で終わり。その人かな。人からもその文字はある。ちょ、はい、入れろって。笑ってなんて入れる。あ、お前こう、カイジの地下ステークやと思え。多分これで、ああ入った。すげえ、やっぱチャンスね。昔現場でやるのやってたから、さすがしょっちゅうこんなんいじってたから。お前バン入っていいっすか。行ったら行ったら。もう、え、どうやるんすかこれ。もうもうその同じ穴に押し込む感じで。
マジで。え、同じ穴に押し込んだら穴開くだけですよ。ちょっとね、と思った俺も。ほんまにあった、ほんまに同じ穴ちゃうとこにあるんすか。出しにさすさすね。出しにだよ。これだけで穴開くっすよ、新しい穴。じゃあバンバン開けちゃおうか。いや、もう怖いっすわ、俺。え、やめていいっすか。なんで。いや、マジっす。何に怖さ分かる。ちょっとマジでめんどくさいっす、正直。めんどくさいんや、言ってもうたんや。絶対言ったらあんこと言っていいや。じゃあ、笑かしたらいいっすか。俺、一発ギャグ持ってきたんで。そうやったらいいよ。俺が笑ったら、俺が全部やったろ。はい。キューピーハニー。うん。たーらこー、たーらこー。無理やん、ほんと、マジで。無理じゃないよ。 お前らがそうさしたからそうだって。日々行くんやってたら。だから、いろんなとこに穴開けて、あとはもうトンカッチとかファンガンテで芝居たらすぐ崩れていく。無理でしょ。まず穴を開けることが大事だからなあ。はい。斜めとかに入れへん。なんやねんそれ、気色悪いの。おー、仕事できへんやつだ。なあなあなあ、何をしてんのお前。見たことないぞ、そんなやつ。現場でも。そんな、ブル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 、ブルーベリーアイみたいな。すいません、井上です。誰かわかんない。俺の現場で働いてた出来損ないの仕事なんもできへん。井上さんっていう47歳の、歯抜けの。井上です。誰がわかんねえ、井上さんって。あと、めっちゃ焦げた匂いしてるけど大丈夫？え、マジ？多分服でしょ。なんかすごない？ちょっと、いく。え、コンクリートってこんな匂いしたっけ？えぐい。ちょ、どうすんな？どうする？え、危ないでしょ。なんで座ってるの。ボーン、なんでも。なるほど。ボーン、なんじゃないですか。ちょ、何をしてるの。ちょ、マジでやめていいですか。ちょ、もうほんま時間ないやん。なんでこいつくつろいでる。時間なくないの、普通に。時間なくないって何が。ちょ、どうするマジで。え、どうするマジで。やり。え、続けろ。ちょ、もういいじゃないですか。いいじゃないか、いいんじゃないかね。ちょ、マジで、じゃんけんします。何のじゃんけん。正直じゃんけんです。ちょ、やっし、ヤマちゃん、やれよ。クソもないで。え、ヤマちゃん、なんでやれへん。何度もカメラ回してるだけない、いつも。え、マジ腹立っていないけど。別に、あんなとこ回さんでもええで、別に。ほんまにや。何でも回そうとするやん。でもさ、はい、でもそんな俺でもさ、ずっと持っちゃうことあって。お前どうしたらおもろいよ。どこだろ、いつもからはもう100点でも200点でも、いく年が過ぎてもお前とおったらおもろいわ。どこだろ、いつもからはもう100点でも200点でも、いく年が過ぎても。はい、ということで、見てください。はい、治りましたよ。治りましたね。治りました。見てください、下の方ちょっとね、はい、嬉しい涙をこぼします。で、はい、こちらの方ね、見てください。こちらの方はね、あの、ちょっと穴が開いちゃってもう多分いい感じになってるんで、ちょっとエマイガー呼びたいと思います。はい、エマイガー、エマイガー、早く来てください。いいな、治りました。治りました。もうほんまに完璧に治りました。コンプリートマジで取れてるやん。はい、マジで取れましたって。ガチやん。で、セメント。いや、マジで取れてるやん。マジやって、だから。えぐいやん。いきますね。3、2、1、どうぞ。おー、すげえすげえすげえ。ほら。おい、なあ、どうしたんすか。割れていいやんけ、お前。え、水も漏れてる。え、いますか。今じゃ。
え、俺じゃないっすよ、マジで。ちょ、待って、お前ら終わり。いや、マジ俺じゃないっす。え、これは終わりやろ。え、どうしたんすか、今行く。え、一箇所ちゃうやん。え、どうしたんすか。えぐいほどなんかなってるやん。穴もボコボコ開いてるやん。え、何してお前。すいませんでした。あの、大丈夫ですか。